地水橋、地水橋、地水橋は、埼玉県の埼玉市西区に次ぐと、同飯田神殿の境で、荒川に架かる、埼玉県道56号埼玉、富士見の所沢線の橋である。1993年完成の橋は、川口から 42.0km の地点に架かる、長さ 833.1m、福音 12.5m、 最大島町68.7メートルの13、軽観校連続運桁橋の一等橋、マイナス20トルコリラ、である。歩道は、福音2.25メートルで車道を挟んだ両側に、設置されている。橋面は、可動場を頂点に緩い銃弾勾配が付けられている。親頭は、急遽を継承したような古風かつ優美な外見をした、ものである。これは、 u I と称される五つある、周辺自治体を照明塔の球体により表現したものである。橋には地水橋と書かれた、旧橋のトラスを模したオブジェが、照明塔に2箇所設置されている。両岸は、埼玉市で、県道は、東では、道市大宮区に、西には、富士見野市に通じるが、右岸側の取付道路の高架橋においてわずかに、川越市域にかかる。 西武バスの第34系統路線、大宮駅西口所沢駅東口の路線バスの走行経路である。富士見寄りのバス停は地水橋堤防がもより、荒川が現在の位置を通るようになったのは1926年、大正15年5月17日のことである。明治時代から続いた河川改修の一環で直線化で取り残された。 旧川の曲線部は、瓶沼、今の瓶、沼川とな、新しい川には、都線場が置かれ有料の鎮都線が運行されたが1927年、昭和2年に県営化された。都線場は、馬車の渡しと呼ばれ、地水橋とほぼ、同じ場所に位置していた。地水橋の開通により、都線場は1934年、昭和9年に廃止された。 地水橋の工事は1931年、昭和6年11月に始まり、延べ5万人余りの作業員と総工費34万6700円をかけて1934年、昭和9年7月に竣工した。開通式は、改正の下、7月23日の11時に、左岸河川敷に設けられた会場で挙行された。開通式はまず神主の神事や玉串礼拝が、 取り行われた後、県知事の式辞及び内務省、東京土木出張所長や、県会副議や浦和市長、そして、元橋の家境運動に尽力した功労者である、斉藤由美の祝辞が行われ、後に新館と共に、県知事をはじめ来賓500名と橋の付近に所在する、馬群小学校、現、埼玉市立場宮東小学校及び、埼玉市立場宮西小学校の国旗を手にした、 児童600名による渡り染めが、青空に合図花火、信号がみなりが鳴り響く中、左岸から右岸に向けて行われたほか、河川敷の会場では、関係市町村の代表者が主催する祝宴が盛大に開催され、花火が打ち上げられたり出しが練り歩き、屋台等が出展するなどの余興が催されるなど、夜まで大変な賑わいだったという。また、 荒川を挟み折り返し運転していた裏は、川越間を運行するバスも同日の14時より、全通した。全長628.18メートル、幅5.5メートル、体2荷重20トン。旧和屋橋に似た中間のトカ部分が1スパンの垂直材のある極限、ワーレントラス構造を持つ、コンクリート橋であった。降乱及び親柱は付近に、 桜草の自生地であった天然記念物の錦の原があったことなどから周辺との調和を配慮しつつ経済的かつ優美なるものを採用し親柱は人造石を使用して電飾を設けるなど美観にも配慮した荒川中流には広い河川敷が取ってあるが何年かごとの増水でこれが一面水浸しになる地水橋付近では川の砂岩が広いそこで いくつかの場所で左岸に、元の堤防から直角に、川に向けて突き出た横包みを作り、それによって河川敷に溢れ出た水性を弱めることにした。地水橋の箇所では、馬宮、第一横包みが1929年、昭和4年11月13日に着工し、橋の工事と並行して工事が進み、1934年、昭和9年3月31日に完成した。 地水橋は、下岸で、その横包みに接続し、取り付け道路が横包みの天場を通る。また、その後の交通量の急増に伴い歩行者や自転車が危険にさらされるようになったため、1974年、昭和49年に走行費2億1000万円を投じて、上流側に橋町633.7メートル、福音2.25メートルの歩道専用の 速道橋である、地水橋歩道橋が交渉版番,番桁橋として、下境され、歩行者、自転車はここを通るようになった。この初代の橋は1993年、平成5年に新しい橋ができた時に取り壊されたが、瓶、沼川高架橋の南端そばに、トラスを構成する、加減材と垂直材の一部が、地水橋メモリアルモニュメントとして、斎藤地水、 大明公妃の脇に保存されている。また、横包み状の初代の橋の取付道路も、廃道として残されている。なお、斎藤地水、大明公妃は、もともとは1951年、昭和26年に、地水橋の西詰に混流されていが、瓶、沼川高架橋の整備の際に1995年、平成7年に、現在の場所に移設され、 その明らかを非移設の経緯を記した石碑が設立された。橋の解体は横川ブリッジが担当し、トラッククレーンによる一括撤去工法を用いて行われた。橋の名称は、橋の右岸の馬宮村飯田神殿。現在の埼玉市西区飯田神殿で生まれ、荒川の治水に功があった埼玉県会議員、斉藤由美の号、治水からつけられた。この地点での架橋は、 県議選での斎藤の公約の一つでもあった。あと、老朽化が進んだのを見て、地元の住民と政治家が、地水強化協議政会を作って、埼玉県に働きかけた。新しい橋は、国庫補助を受けた、協梁整備事業により、総工費約73億7500万円を当時1983年、昭和58年夏事業に着手し、課会調査が実施された。 1987年、昭和62年橋の建設が始められ、1993年、平成5年6月に古い橋より少し、川上川の位置に永久橋として竣工した。橋の長さは833.1メートルで、事業区間の総延長は1780メートルにも及んだ。構造の特色として、走行性や、 維持管理を考慮して連続下駄を採用していることから、温度変化による水平作用が生じやすくり、これを吸収するため、当時の大型公共として、あまり例がない大型ゴム支場が採用されている。株高基礎は、河川条件により深い基礎にしなければならず、検討した結果、交換や板基礎が採用されている。橋の図職は、塗装式再検討委員会と呼ばれる専門の委員会を設け、 歴史的背景や四季の変化などを考慮し、周囲の景観に溶け込みやすい、低サイド系の色である、ライトグレーが採用された。開通式は、同年6月15日に、地元関係者200人が出席する中挙行され、テープカットや、くす玉回避が取り行われた。右岸の堤防に達すると、長さ377.5メートルの瓶、沼川高架橋に接続し、 大きく南にカーブして、瓶、沼川と何本かの道をまとめて越える。瓶、沼川高架橋は新しい地水橋のために作られ1991年、平成3年に竣工した主景間37.0メートルの連続後半桁橋である。それまで県道は荒川右岸の堤防沿いに北上し、定時路の信号を右折して地水橋に入っていたため、これにより、 堤防から平地への坂の傾斜が緩み、車の流れが良くなった。2019年10月12日から13日にかけて発生した台風19号の影響で、13日の1時50分に荒川が氾濫危険水位に到達し、通行止めとなった。この辺りの荒川では船や鯉が釣れる。1979年、1985年に、 実施された魚類捕獲調査では、ゲンゴローブナが優先し、他に両年にまたがって捕獲されたのはニゴイであった。河川敷は水田、ゴルフ場、運動場に利用されている。橋からは、東は埼玉市市街地のビル群を、西は富士山や秩父連山を望める。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。